省エネの達人企業編。今回は鹿児島県姶良市にあるジュージューカルビ鹿児島姶良店の省エネを紹介します。こちらは焼肉食べ放題のチェーン店。じっくり熟成させ、旨味を最大限に引き出したカルビなど豊富なメニューが自慢のお店。リーズナブルな価格が評判を呼び、連日多くの家族連れでにぎわっています。今回の達人による省エネキーワードは先見の明。どんな取り組みをされてるんでしょうか。早速伺います。こんにちは。こんにちは。達人の後藤さんでいらっしゃいますか。はい、そうです。よろしくお願いいたします。今回の達人はエリアマネージャーの後藤淳さんです。達人、はい、あの食べ放題のお店なんですが、はい、たくさん種類があるじゃないですか、はい、これ量を揃えるのって大変じゃないですか。あ、そうですね、はい、確かに、まあ、量もそうなんですけど、まあ、無駄なく用意するためにはちょっとしたコツがあります、はい、実はですね、あの来客数を予測して、はい、準備しております。予測、はいはい、まあ、これがあの省エネに役立っております。こちらの店舗は午前11時30分から深夜12時まで営業。時間帯や平日か休日かによっても来客数は変動します。達人はこれまでの経験とデータをもとに来客数を予測して店の準備を進めます。来客数が減る午後3時から夕方5時にはお客さんをできるだけ1箇所のエリアに案内。お客さんのいないエリアの照明やエアコン、排煙ダクトを消して省エネしています。お肉とかのご注文はテーブルまでお届けしてるんですけど、はい、こういうふうにサラダバー、ドリンクバーとかありますので、はい、まあ、お客様の移動距離が短くなるためにも手前のエリアにご案内するようにしてます。ということは、はい、お店側だけじゃなくてお客さんにとってもいいことですよね。そうですね、はい、それとですね、はい、まあ、この集客が少ない時間帯はホールスタッフ一人でやっておりますので、はい、そうなんですか。はいはいはい、経験豊富なスタッフをシフトに入ってもらっております、はいはい、まあ、お客様の対応だけじゃなくて、うん、まあ、省エネにも気遣ってくれますからね、はい、あらかじめ来客数を予測することで時間帯に合った店舗運用の方法を編み出し省エネにつなげているのです。一方、厨房ではこんな省エネの取り組みが。一番電気を使う大きな冷凍庫の扉の開閉を少なくするため、仕込みの際は一度でできるだけ多くの食材を出すようにルール化しました。達人、はい、洗い物がたくさんありますけど休日となるともっと増えて大変じゃないですか。そうですね、はい、クロージング作業は基本的に30分設けております、はい、まあ、長引いてしまいますと、うん、まあ、エアコン照明無駄遣いになっちゃいますので。そうですね、はい、こうした取り組みにより電気使用量 6% 削減を実現しました。来客数を前もって見抜く先見の明を生かした食べ放題店ならではのアイデアを知ることができました。省エネの達人は電気の見える化で企業の省エネ活動を支える日本テクノの提供でお送りしました。